コムソモールロゴマーク会員のためのピンコムソモールは、マルクスレーニン主義党、主に共産党の青年組織である。いわゆる青年団の一種。おおむね15歳から35歳までが、相当年齢とされ、党の路線を学習する、学園や、労働組合青年部で党の路線を宣伝する、少年団組織の指導をするなどが任務として挙げられる。また、コムソモールで幹部を務めた者は、 将来マルクス・レーニン主義党の幹部候補となる場合が多い。旧ソ連においては全連邦、レーニン共産主義青年同盟と称されていた。機関紙はコムソ・モリスカやプラウダ。日本では日本共産党の指導、援助を受けている青年組織の日本民主青年同盟がこれに当たる。共産党を支援する活動のほか、労働現場などでの奉仕活動が求められることもあった。 平基地で建設が難航したシベリアのバイカルアムール鉄道の現場の例では、1970年代にコムソモールを中心としたバントツ撃隊が編成され、全国から夏休みなど長期休暇中の学生が集められて労働に従事している。こうした活動は、プラウダの一面などで取り上げられるなど、PR が盛んに行われた。ソ連邦解体以降、 政党の一つであり旧ソビエト共産党の後継組織を辞任するロシア連邦共産党の指導下に移行。ロシア連邦共産主義青年同盟に改組されて事実上継承されている。機関紙であったコムソモリスカやプラウダは現在旧ソ連時代に受賞していたレーニン勲章レリーフなどを紙面デザインに残しつつ一般紙化された。2005年ロシアでは プーチン大統領の政策宣伝やロシア正教会を規範とする好意識のロシア社会最伝版、最新党、ほか参加性少年の精神、肉体鍛錬を主な活動とした青少年組織、ナーシが旧コムソモール運営様式に習って設立された。また、隣国ベラルーシでもコムソモールに習った青少年組織、ベラルーシ共和国青年団が2002年に 設立されている。ありがとうございます。